売り物は何なんですか？不安です。損しますよっていうふうに言った方が明らかに、まあ数倍売れるわけなんですよね。これがしっかりできてるかできないか、ほとんどができてないんで、これ AKB 商法と言われてる。やめろよ。さあ皆さん、やってみますよ。はい。なぜ売れないんですか？あなただってスキルいろいろありますよね。カメラでね、フリーランスでやりたいとかありますよね、うん、あなただってなんかお笑い芸人でね、売りたいとかありましたよね、うん、なぜ売れないのか、ちょっとあなたの場合ちょっと違う、うん、悪い例でした。悪い例でした。ごめんなさい、悪い例です。はい。これはですね、売り物を間違えてるんですよ。いや、どの商品も、その商品を売りたいなら、はい、その商品を売るな、売るなって話ですよ。これ何を、じゃあ何を売らないといけないか、これ二文字です。不安です。不安を売ればいいんですよ。人生不安な人どうしよう、ね、もう人生捨てるの。あのですね、例えばですよ、美容院とかありますね、うん、これヘッドマッサージとかありますよね、はいはいはい、ヘッドマッサージ売りたいんだったらヘッドマッサージ売らないで、ヘッドマッサージが黙ってても売れる仕組みがあるんですよ、うん、俺の知り合いのね、上海のところなんでめちゃめちゃうまいですよ、普通に行って、無料点検をしてくれるんですよ、この頭皮チェック、そうするといろんな頭皮の、そう、詰まりであったりとかいろんなあの不安点、こうすると将来こうなっちゃいますよみたいな、うん、将来もうやばいよ、あのやばい人状態よ。やばい人状態 ないんだよ俺将来。あ、ご自身が、いや写真が見れるの。それが自分の姿だってなったら、ね、ヘッドスパ今ならあの無料あの1000円引きですよとか言われないでもやりますって怖いからね。いくら万円ですかって自分で言ってくる、ね、これあのリフォームとかも一緒なんです。リフォームでこれ無料点検商法とか呼ばれるやつなんですけども、うん、例えばリフォームのビラでね、今ならキャンペーン中ですとか、10万円引きですとか、リフォーム安いですよってビラ配ってもほとんど反応がないんで、ね、まあ、まあだったら住宅の無料点検実施してます耐震でとか、うん、っていうのをやると、まあ、なんかあの無料だからね、普通に来るわけじゃないですか、見るぐらいはね、見るぐらいは。そうして無料点検でいろんなことがあります。あ、だこれ震度何ぐらいのやつってやったら、これ崩壊して死んじゃうかもしれないです。これ片面崩壊して3000万円、4000万円、数千万円かかるかもしれないです。不安や。そうやってその点検書をやって、じゃあさよならって言うと、これ見た人、ちょっと待って、不安だから、不安だからもう言わないでも勝手に売れていくんですよ。どうしたんですか？売り物は何なんですか？不安ですよ。不安を売ってますかっていう話ですね。これあのプロスペクト理論というふうにありまして、うん、得しますよっていうよりも、これ損しますよっていうふうに言った方が明らかにまあ数倍売れるわけなんですよね。そういうふうな不安を売ってますか。なので一番重要なのは、不安を売れる機会を作ってますかって話、はい、うん、機会っていうのはその会う機会だから、無料にしないと、だから最初は無料でいいんですよ、うん、いきなり何10万円引きですキャンペーンですとか言ってお金を取ろうとするから、その機会が作れない、機会を作れないとその不安を売れないわけだから、はいはいはい、最初は無料だから、例えば、うん、頭皮今なら1000円引きですっていうよりも、無料でもあのできるのでやってきますねって言った方が、ね、100人に1000円引きですって言っても、うん、多分1人か2人ぐらいしか買わないよね、割合は。でも普通にやっときますね無料なんでって言うと、うん、100人中100人ぐらいやるよね、うん、そこで機会作れるわけですよ。そっちの方が、じゃあ 80% やったら80人買うわけですよね。まずは無料の機会、そう、10万円オフとかいうよりも、ね、今後数千万円損しますよって言った方が来るわけなんですよ、うん、これがしっかりできてるかできないか、ほとんどができてないんですよ、ね、それをしっかりとやりましょう、はい、これね、うまいのが投資信託なんですよ、将来とかね、はいはい、言ってる通り、政治家が言ってる通り、なんか老後2000万、3000万必要だから、はいはいはい、だからこれないとあなたたち路上で老後ね、死んじゃいますよ、だからこれ買いましょう、みんな買っちゃう。その買ったらどうなってる、あのね、いろいろ問題になってるじゃないですか、ニュースでね、これはなんか不正だとか言われて、ね、そういう話になってるわけですよ。なので、不安を売るっていうのはめちゃめちゃ重要。これ、AKB 商法とも言われてるんです。あれね、詐欺とか言うけど、俺は詐欺ではないと思うんだ。何かっていうと、CD、AKB って、ね、CD、例えばの話ね。CD が2000円だとして100万枚売れたら20億円ぐらいじゃないですか、うん、でも100万人買わない、うん、1万人が例えば100枚買ったら、あ、出た、それ20万円握手券がついてるやつな、握手券がついてるとか、うんうん、だからそれもあって、なんかそれ詐欺とか言うんだけども、いやそれは詐欺じゃないよと、うん、それを求めて合意して買って自分から買いに行ってるわけだから、それは1個の満足を与えてるんだから、それは立派なビジネスだよねっていう話で、うん、まあ20万円買ってるか知らないけども、うん、だからそういうのもなんでかっていうと、その総選挙でとかサポートしないと、あのこの子が落ちちゃうとか一緒になって不安にさせたりとか、うん、はい、そうそう、心理的コントロールをそううまく活用してるから、だから顧客単価っていうのを高められる。だから不安を売るっていうのは、不安を売るっていうのは、実際に
単価を値下げ勝負にならないためにもめちゃめちゃ重要なの、はいはい、だから言っちゃえば JAL とか ANA の ANA とかのね、うん、あのマイレージクラブとかも1回上がったら下がるのってすごい嫌なんだよね、はいはい、損する気分になるから、はいはい、だからそれを維持するためにもっと、はいはい、あの消費が、はい、そうあの激しくなるとかそういうものも1個の戦略としてそういうのをしっかり持ってますかという話ですよ、うん、朝食例えばカフェで朝食をプランを出すとかさ、うん、プライベートジムでとかね、ダイエットしないとこうなるようじゃなくてダイエットしないと給料が下がっちゃいますよと実際にね外見で所得って決まってるとかあるんだから、うん、実際にね、うん、そういうものをもっと打ち出していった方が、より売れる販売数も多くなりますよという話ですね、うん、はいこれ学べると思ったら必ずですね今から5人に LINE で、もうこれ学べるよこの人すごいよなんか勉強になるわと炎上したけどみたいなね炎上したけどこれやっぱ学べるなこいつみたいなのを言ってくれるとすぐバーって、嬉しいですのでぜひやってくださいということですね、はいはいいいねとコメントもお待ちしておりますということですはいじゃあ8分チャレンジ 1.5 倍速で見れば5分ですよ1日5分の学びこのチャンネル今は何分でしょう5分40秒めっちゃすげえ顔して俺めっちゃ話したよね今結構俺多いからさここがあそういう感じなのねめっちゃシートなんだよめっちゃ残ってるあまあなんか俺に聞きたいことある何でもいいよ何でもいいよ何でも聞きますよお疲れちゃった今日7本目だから8本目だから8本目だ。だから感覚おかしくなってんのかな。何でも。炎上中心痛まない。やめろよ。カズくん、そういう時だけ賢くなりやがって。普段何もわかりませんっていうのに。炎上中は心痛くないか？痛くない。いや。言えないよ。痛い反応してるわ。あのね、ネットって怖いよ。自分が SNS 頑張れって言ってたのにいや、ね、あんまり大きくならない方がいい趣味でやっといた方がいいビジネスって普通に、うん、もう儲けてません趣味です細々とやった方が幸福度が高いはずです久しぶりに今日日本に帰ってきてますけどね久しぶりに皆さんの顔見れて光栄です違う差し替えてもらって、はい、次なんかあります、はい、なんでもほらそんな魅力ないよあんまり興味ないこれさ、マジでさ、俺こんなことあるいや、興味がないんだよ、あんまり何でもいいんですもう久しぶりのやつだからみたいな好きな食べ物とかで何でも好きな食べ物すき焼きですおぉ、はい、意外マジ嘘つくんじゃねえ、お前盛り上げてんだよ、そういうのでもいいから俺何度もやるからってね、はいはい、いいんじゃないですか、もうどうあと1つぐらいなんか彼若いでしょあなた好きな国つまんねえ質問視聴率落とすんじゃないじゃん好きな食べ物の俺が言うのもなんだけどつまんねえよそれ好きな国はイタリアかなうわイタリアなんやイタリア好きフランスかと思ったけどいやイタリア大好きマジか、はいはい、なんでフランスだいや盛り上げてんだよ言うてとりあえずね根拠はないのねとりあえず驚けばいいんだよこんな感じでね俺らって波長が合わないんで実はそうはいでは、はい学べると思った方ぜひお願いします、はい、3、2、1さよなら Hey guys, what's up? My name is Sam. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and leave us a comment down below. And if you want to enroll in the MUP College, simply hit the subscribe button and click the bell to be notified whenever we upload a new video. And if you want to learn more about the MUP College, simply follow Takehana's Instagram where he posts daily updates. All right, see you in the next one. Bye bye.